あなたが輝く魔法のうといぶち。 時刻は六時を回りましたあなたが輝く魔法のうという道の時間ですご案内はイレイのりとペイチンサトルはい今日もよろしくお願いいたしますはいのりこさん、うんま、今日は11月の あ、マクさんはですね、今日第1週目ですので、今日またあのセミナーで。はい。お忙しいですね。マッカレスイマーケティングセミナーでですね、ちょっといろいろと飛び回っております。ね、すごいですね、飛びます、飛びます。はい、来週戻ってきますんでね、この際楽しみにしてます。ね、マクさん、早く来てくださいね。はい。じゃ、今日は11月の2日ですね。はい。旧暦では10月の3日。はい。ちょっと1日ずれてますけどもね。 ああ先月までね、でね31日まであったので、ねキ期では今日はの釈行といいまして、はい、午前中は基地なんですけども、はい、午後からは今日なんですね、うん、だけどあのー、ね。 チェンジ、シフト、チェンジすればすべてうまくいく。新しいことをするのにあまり良くない、甘ばしくないっていうことですけども、日頃やってることはどんどんやってくださいね。もう例えば今日好きな彼女とデートを決めてるんでしたら、ぜひしっかりとデートをしてですね。えっとこの録用ロッキーのお話をですね、また私のコーナーでちょっとからくりがあるんだよっていうことをね、あの。 お伝えできたらいいなって思ってます。いいすね、私もぜひねリスナーにねその辺をね聞かしてほしいなと思って。うんうん、そうですね。さん早速、はいえー、のっけから。はい。のっけから来ましたね。はいありがとうございます。のりこさんペイチンさんこんばんは。はいこんばんは。こんばんは。がはい。 今日もね、よろしくお願いします。はい、お願いします。サイガーさん、はい。はい。もう11月に入ってね、かなりあの肌寒いというか、スガスガしくてしのぎやすい季節になってきましたね。今日は特にですね、あの寒かったです。私、はい。今5時半に起きてですね、明るくなると同時にすぐ。5時半から夜なべですか？え、いやそうじゃなくてウォーキングをしてるんですけどね。だいたい6時10分ぐらいから少し。 明るくなっていくかな？って感じなんですけども<ー>今日はですね。すはい、特にですね。寒かったです。で、今日はですね。すねちょっとあのー、どんよりしていて、ちょっと日が上がるのがね。遅かったんですね。だけどいいですよね。うん、なんか秋って感じだね。はい,はい、はいで秋のですね。また朝日っていうのがすごくですね。綺麗なんですよ。はい、とても感動しますね。はい、なんかこう。うん、本当にあの夏と冬の中間のね。 はい、非常にこの柔らかい日差しがね、心地よくね。そうですね、いいすね空気もね、澄み切ってるし、うん、ですね。はい、じゃあ、マルさん、はい、うん、続けていきましょうね、どうぞ、はい。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは7、7 9 7 f m g u i n ロットコム。また、f m g u i n o では、ユーストリームで、 映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。はい、ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。はい、よろしくお願い,いたします。よろしくお願いします。のリコさん、もうこの6時、はい、まあ3分と18秒ですけど、うんうん、見てください、この西海岸、うん。もうね、えー、っと、ちょっと前まではね、ねまだね、夕日が、あの、 沈む頃だったんですけれども、そうですね。本当ね、感傷的なね、とてもいい季節ですよね、北朝南でね。そうですね。はい。で、荒らがまサイガーさんがですね、今日は風が強くなって肌寒いですねって、はい。人恋しいので荒らがまサイガーさん、たくさんツイートしてください。いいですね。この時期って人恋しくなる。はい。いいですよ。この時期ですよ、感傷的な時ね。はい。じゃあよろしいですか。はい。この番組はハイサイ君でおなじみの。 住まいを彩まさあここで一曲お届けします。風に吹かれて Blown in the Wind by Bob Dylan さあじゃあ、えー ツイキャスでせっあの曲を、ね、聞いてない人に、ね、この「ブ l ウィンド g t h のちょっと歌詞をね一緒におさらいしてみましょうね「人はどれくらいの道を歩めば人として認められるのか」「白い鳩はどれくらい海を乗り越えれば砂浜で休むことができるのか」「どれくらいの砲弾が飛び交えば永久に禁止されるのか」 友よ答えは風に吹かれて風に吹かれて山は海に流されるまで何年存在できるのか人々は何年経てば自由の身になれるのか見ないふりをしながら人はどれくらい顔を背けるのかともよ答えは風に吹かれて風に吹かれて素晴らしいですよね。 この特に好きなのがですね、これです。はい、the answer, my friend, is a blow in the wind.The answer is blow in the wind. ともよ、答えは風に吹かれて。風に吹かれて。ありのまます。素晴らしいね。3番、うん、いきましょうね。人をどれくらい見上げれば、空が見えるのか。人にはどれくらいの耳があれば。 人々のの悲しみが聞こえるのかどれくらいの人が死んだらあまりにも多くの人が亡くなったと気づくのか友よ答えは風に吹かれて風に吹かれてどうですかのりこさんこの歌詞、うんはい、でね、まあ、この「答えは風に吹かれて」実はこの歌詞をですね、はい、1962年の雑誌に「スイングアウト」にですねボブ・ティランのコメントとともに掲載されたのがあるんですよ、うん ちょょっと紹介しまししままうね、はい、お願いしますこの歌についてゃあ,あまり言えることはないけどただ答えは風の中で吹かれているということさ答えは本にも載ってない映画やテレビや討論会見てもわからない風の中にあるんだしかも風に吹かれちまっているヒップなやつらはここに答えがあるだの何だの言ってるが俺は信用しねえこういう歌ですね 世の中で一番の悪党は間違っているものを見てもそれが間違っていると頭で分かっていても目を背けるやつだこの言葉が強烈ですはいありがとうございましたはいケインさん、えー、歌詞をありがとうございます yes あなたが輝く魔法の疎い虫をお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしています。ご案内は、伊礼のりこと。 北京サトル。ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後と7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797アットマーク fm ギノワンロットコムです。はい。はい、乃子さんどうもありがとうございます。ええ、ちょっといいですか？はいうん、あのね先先月ぐらいまででしたら。はい この時間いつもあのマックとあこの後サーフィンね今日ビッグウェンズデーだねとか言ってねサーフィン行こうかって言ったんですけどねもうねあの夜景がね見えてそうですね綺麗ですね綺麗ですねもうサーフィンはもうこの時間できなくなりましたねねあの日中にやるといいですねそうですねはい これからできるんじゃないですか、はいすね、ウェットスーツを着て。はい、はい、私はもう陸に多かったサーファーですので、ね。ああ、岡サーファーなんですね。えっ、ー、と、メッセージが来てますね。すねはい、いのりこさん、ペイチンさん、ラジオを聞いてますよ。頑張ってね。ハートマークが二つに。 娘よりってことですよのりこさんの娘からそうですすごいですねちゃんと名前もありますよはいいれ星野から星野さんってはいですねはいありがとうございますはいどうもありがとうございます聞いてるんですね埼玉にいる娘からメッセージでしたはいはいえということで先ほどですねペイチンさんがですねあ先ほどっていうか毎回ですねそうですこのラジオの冒頭でねあの今日のロッキーは何々ですとかね話しているんですけども多分ねリスナーねあれペイチンさん ひろきさんと間違えてるのかなってひろさんロッキーってロろきーああはいあそうですねいきなりねフェイチンさんひろきさんのニックでもしかしてロッキーって言われてたああそうかそうか言われてるよねはい私もそう思ってましたでロッキーなんだけどもあのいつもねロッキーの話をするんですけどもあの ねこのなんてえ今日はですね、えー、釈光っていうことでこの日もあくびなりっていうことで、ね、午後から多分ね,午後からね釈光って言ってもね 石膏赤い口とか言って釈光ってもしねえ、うん。えっ、ー、と釈光もなんですけど、はい、シャックとも呼ぶんですね。シャックね。うん、で、このカラクリは何なんだろうかっていうことをちょっとですね、今日お話ししてもいいですか。いつもね、あのロッキーは何ですとかって言うんですけども、はい、あのもしかするとリスナーの皆さん、わからていかもしれない。たぶね、リスナーの皆さんは分かるのが対岸と基、うん、あ別物滅ととも引きね。はい。うん。っていうことで、あのロッキーとロ六ーってなんだろう。 あ、ね、実はロッキーって言ってもいいし、はい、あのロクって言ってもいいんですね。はい、6つあるからですよね。うん、あ、そうですそうです,、ね、そうです。だからキ使ってもいいし、ロクヨ使ってもいいってことなんですよ。わ、はい、かりました。で、ロッキーはロクーとも呼ばれ、はい、その起源は中国の唐の時代とされているんですね。古いですね。はい、日本に伝来してからは暦や法医の判断などに広く使われています。はい、っていうことなんですよ。 六鬼は科学的根拠に乏しく、迷信と言われながらも、現在でも多くの方がこだわっているんですね、特に沖縄ではですね、どんな時にこだわるんでしょうか。特に沖縄では、国別式ですね、葬儀ですね。葬儀のとにね、友引きのと友引きに当たった時には、やはりね、友を引くっていうことで、お葬式が国別式ないですチも 新 <laughs> <あ>び,びちはですねあの実は友引きはいいんですね友を引くっていうことで。 ああそうですかはい、うん、観光総裁ではオッケーですいいですねはいニイビチは物滅でなければいいあっそうそうはいあのややはりねなんとなくあの悪いことではない先ほどもね言いましたけれども、はい、科,学科学的根拠はないんですよない,ないんだけれどもあの沖縄は特にね沖縄だけじゃないんですね実は観光総裁の中では本で本土でも迷信と言われながらもあの活用してるんですね。 ちょっとあのちについてのですね結婚式ですねニービチの語源っていうのをですねちょっとあの元松竹歌劇団玉木るさんがですねちょっと新聞にちょっと紹介してなかったちょっと紹介しましょうねはいどうぞ「ービチ根を引く」が転じてービチになったこの「ニービチを引く」クということは女性から男性に告白する ところもあってですね、はい、で例えば男性が根を引く例えば花でも根っこを引っ張れるということは、うんはい、え引っ張っ張たらこう成立です要するに、うん、女性が男性を、うん、例えばひまわりの咲いてるとこ連れて行ってで男性がこのひまわりを引きますよね、うんはい、そうすると急校、えー、は OK ということです。 好きな男性にとってはああ。以前はそうだったんだよっていうことね。はい、そして以前はあのニービッチ。嫌いな人。嫌いな男の人から、例えば求婚された時に。どうするかというと、ガジマラの木の下に連れてくそうです。はい。 これはどうしてですか？ガジマルの猫から引っ張れませんよね。ああ、なるほど。面白いですよね。はいはい。あ、そういうふうな形で。男性から求婚されて、例えば女性が OK の場合には、例えばねひまわりみたいにすぐ引きやすいところに。ところが、腕にならんさと思ったらガジマルのキヌシが連れてきたからね。そっかそっか。そういうことがあの地方ではあった。

え、仏滅、大安、釈迦、はい、だけれども、はい、ちょっと変わったりもするんですよ。一応は流れとしては、この循環ではあるんだけれども。はいえー、沖縄とか、あ、もう本土もね、旧暦も使ってるんだけど、旧暦の最初の日に。はい、最初の日に。はい、えー、た、例えば、十一月の一日って旧暦では。十月の一日でした。いや、<あ>違うんです。違う,違うです。十月の二日になってましたね。はい、あの。 今年はです10月の、えー、30 31日に、はい10月あ、11月1日なんですよ、うん、あの旧暦の10月31日には、はいえー、新暦の11月1日だったんですね。ということは11月、えー西暦あ、新のね、11月2日が 2>、はいえー、旧暦の 10, 10月3日です。 10月1日あ、3日ですよ。3日、ごめんなさい、なるんですね。はい、で、えーと、実はですね、1月と7月、旧暦ですよ、1>, はいはい、1月と7月はですね、戦勝から始まっていくんですよ。意味わすか戦勝から入る。はい、だから、えー、と今は、えーと、今月は、えー、10月ですよね、はい、旧暦では。だから、10月の1日は仏滅から入っていくんですよ。 あのえっ、ー、と月あとん,なんていうんだろう月は12か月ありますよね、はい、だから前半と後半の組み合わせになるんですね。月月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 月とととととと 月の旧,あ旧暦には始まる時が違うんですね。すねあの循環としては、はいえー、6期は戦勝、友吹、戦伏、仏滅、大安、釈迤ってずっと順繰りはしてるんだけども旧暦の1月と7月の1日には戦勝から始まっていく、はい、でそれから2月と8月の1日は友吹から始まっていく。 一日は宣布から始まって、はい、え、四月と十月、あの、今月ですね。はい、そうですね。仏滅がから始まっていく。はい、で、五月と十一月、来月ですね、は大安から。で、六月と十二月は釈光からっていうふうに。はい、えっと、暦をですね、あの、ちゃんと。なんていう、リセットしている。旧暦で。はい、だから、あの、この。 ええ循環はしてるんだけれども、1日になるとあの、ちょっとリセットをしてるよっていうことを、前からですね、これお伝えしたかったんですよ。あはいはい、毎日あ、毎回ね、あのペーチンさんが6期64のお話をするので、ちょっとあのそういうからくりがあるのよっていうのを、ちょっとお伝えしたかったんですけども、はいはい、意味わかりましたかね。はい、はい わか,かりますよ。はい、新暦と旧暦の違いがよくわかりました。うん、あのだから暦を見るときに永遠とずっと続くんだけど、だけど振り出しに戻りながらまた循環循環循環ってやってるから当てはまるんですね。はい、この、えー、六気六曜がすごいですよね。ね先人の知恵っていうのはね。はい、不思議なのはやっぱ二月っていう月もね。はい、うん。二月っていう月って二十八日二十、うん 8日までですよね4年に一度がウルウとして29日までありますけどうん、うん、やっぱりこの辺それもだから2月そうそうそう合わせてるんですよちゃんとそうですねあのだから毎年違いますよねこのこのからくりだからそうじゃなかったら毎年同じはねようになるのが、ねはい、あの変えてるんですよね そうですね。うん、旧暦の、うん、そうそうそう,そう、はい、そういうことになります。これはですね、あの結婚式場の、えー、ブライダルプランナーとかっていうのもこの読み解きがわ,わからなかったら、あの提案できないんですね。ああ<ー>、そうですね。お客様に対して。しねうん、例えば、うん、はい、えー、この、えー、とカラー繰りがはい、えとわからなくても今カレンダーにちゃんとありますよ、ね。はいはい、あるんだけども。例えばカレンダーにこの旧暦のロ期が、うん、はい。 記載されてないカレンダーの場合に、それから区り分かっている人は出せるという,んうん、うん、ことですかねはい、はいすはい。そういうことです。そういうことですよね。で、やっぱりあの小読みっていうのがあって、はい、今はちょっとあ、私は琉球小読みではないんですけども、あの結婚式の時にはね、こういう六キ六四って迷信なんだけども、日取りを決めるときにとてもあの参考にしてるんですよ。そうですね。だから、えっ、ー、と例えばブライダルプラ,プランナーになりなる。 生徒さんたちにはこういう話をちょっと、はい、もうこれでわかりましたよ私はい毎、はい、日十一、うん、月三日、はい、旧暦では十月の四日、はい、で六期では釈放の後ですから先勝ちはいはいそうですそうですそうです、ね、はいはい、はい、もうわかりました。 そうですそうですこの循環でですよねなおか藤エビンとさすがですねペイチンさんねはい頭の回転が早いのではい見込みも早いですねということであの以前からですねロキロクヨのお話をしたかったのでちょっと今日ねおなんかまた素晴らしいコメント入ってきましたねはいえーと荒らがマサイガーさんがまだまだ僕には難しい部門だね旧力はってうはい難しいんですけどもあのだんだんわかってきますそうですあのらがマサイガーさんの宮古ふつ宮古に帰ったら 宮古のこう農業はもうみんな旧暦でやってますから宮古だけじゃなくて、ねね、沖縄でもそうなんですね季節がですね新暦に変わったのでちょっとずれてしまったんだけどもあの実は旧暦の方があのその時期に合ってるそうです農耕の作物を植え付けたりするには旧暦を目安にしているっていうのが、えー、沖縄だけじゃないです日本もそうなんですね。 うん、そうですよね、うん、でも世界レベルに合わせるために新歴ができたっていうことだけ分かっていただければいいのかなと思います。はいとそれではですね先週ですねあの7秒で決まる成功の法則の,、ね、あのちょっと感想とかっていうのをちょっとあの皆さんにお伝えしたんですけども、はい、実はですねあの学校現場においてうん今中学校が職場体験 自習の前なんですねはい、はい、どうぞ、はい、でそれでちょっとあの私中学校から呼ばれることが多くて何て言うんですか事前学習職場体験学習に行く前のマナー講座をっていうことであの今月もですね3件入ってるんです、ね、3件あすごいです、ね、で先月が2件入っていてであ,のある中学校からの,あの生徒からの何て言うんですか感想をいただいてるので。 あのそれをちょっと皆さんに紹,介す紹介していきたいと思います。はい、で、えー、と7秒で決まる成功の法則もでも話したんですけどもあの実は第一印象っていうのがですね7秒2秒から7秒で決まるんですね。で資格情報が55% 聴覚情報が38%内容が7%なんだよっていうことであの生徒にもお話ししてますだから事業所に行った時に第一印象ってとても大事なのよ2秒から7秒で決まっちゃうのでそれを最大限に生かそうねっていう話をしながら、はい、あの身だしなみの話をしたり立ち振る舞いの話をしたり挨拶の話も そこでで入れてていってるんですねお辞儀の仕方であったりっていうことをやっているのであのそういう内容の,反あの感想です。はい、でえー、っとマナーについてよく知ることができましたあるおあのこれは女の子ですね。で挨拶は明るく元気でいつでも先に続けてということが分かりました。で拶って挨拶って,いいって、えー、縦に並べて ああ、明るくい,いつでもさ先に続けてって、私は話をしてるんですね。そのことが書かれています。しっかり意味があることが分かりました。っていうことなんですね。で、第一印象で大切なのは、えー、口角を上げるっていうこと。あ、そうそうですね。第一印象でね。で、それをあの視覚情報5。5%さっき言いましたね。やっぱり見た目は一番大切。 ということが分かりました。で、あとはっきりと相手に伝わるように挨拶することも。第一印象が上がると分かりましたないですか。素晴らしいです。中学生すごく感性が豊かなので。でね、うん、すごいですよ。で、えー、っとです、ね。それからですね。うん。えー、今日はマナー講師を受けて、気をつけたいと思った。あこ、今後ね。あ、あ、気をつけたいと思ったことは。みなり。 挨拶です乱れについては相手を敬うことや心を一つにするために大事なことで挨拶は相手を喜ばせたり 印象も決まるということなので大事にしていきたいと思いましたっていうことですね素晴らしいですあのうん、うん、特にねここれここですね、はい、この部分みなりみなりについては相手を敬うそうですみ、うん、なりというのは相手を敬うためのみなりはいそうです素晴らしいですね、えー、っとこれはですね装いのところなんですけども、はい、tpo に合わせたあの装いしましょうねっていうことと制服あのえー、っと中学生って制服を着用しているので、はい、あなたたちが着ている制服っていうのは 礼装になるのよっていうことを伝えてるんですね。<ー>だからははあの何て言うんだろう。制服っていうのは勉強で、ね、教えて学びの場ですよね。学校ね。ねだから、えっ、ー、と1番のあの最上、格のせ制服が装いなのよっていうことをちょっと話ししたので、あのそのことを言ってるんですね。はいはい、はい、それとかですね。ええー、と、ほうれん草ほうれん草って。 ご存知ですよね。せいちんさんね。わかります。ほうれん草の、あのう、失敗が大好きな。はい、はい、それね、それもほうれん草なんですけど、あれは食べるほうれん草で。あのう、仕事においてですね。ほうれん草ってとてもコミュニケーションで必要なんですね。そうですね。これは何かというと、報告連絡相談なんです。これがあるので、チームで動くときに、うわあ、あのなんていうんです。仕事の達成が。早くなるっていうことなんですけども、成果が出るんですね。で、そのことがわかりましたと。 うん、すごいですね。中学生ですよ。で、挨拶の明るく、ね、さっき言ったように挨拶の意味も分かりましたと。で、みなりもきちんと、えー、口角を上げて、マナーをできるようにしたいです。そして、仕事について、えーあ、仕事で終わらず、ちゃんと目標を立てられるようにしたいですってああの。仕事に就いたからそれで終わりじゃないのよ。常にね、向上心を持って、 行きましょうねってお話をしたのであの仕事で終わらず今後も目標を持って生きていきたいっていうことを書いてあるんですね。でっ、えー、と挨拶はですね世界共通ではあの、まあね、握手があの主流になっているところもあるんだけど日本ではお辞儀っていう文化なんですよっていうことを伝えたので,で、ねはい、日本はお辞儀ということも分かったっていうことでした。素晴らしいですね、はいうんうん でえー、とまた他の子なんですけどもうんほうれん草や挨拶や、えー、アイコンタクトあやっぱり挨拶する時にもちゃんと目を見ましょうねってことをお話ししましたのでアイコンタクトなどそれから立ち方やお辞儀の仕方特にながらお辞儀はしないようにしましょうっていうことがあの印象に残ったそうです。 素晴らしいですね、はいえー、挨拶するときにながらお辞儀をするパターンとしっかり言葉を発して、えー、お辞儀をするパターンにをあのちょっと A と B で分けてあの何が違いますかっていうことをあの生徒に見せてるんですね。そのことです流れお辞儀 のことで、すね、はいうん、でマナーとはよりよく生きるためのもので、マナーの中には言葉遣いやコミュニケーション、挨拶、身だしなみや時間を守ることがあると分かりましたと。 すごいですね、しっかり聞いいてるすすごいですねもう満点ですねはい、はい。そういうことが分かったので、私もほうれん草やお辞儀のやり方、言葉遣い、コミュニケーションに気をつけて、職場体験をしたいと思いますって、なんか皆んすごい優秀な生徒さんですけど。うん、はい、中学生です。ということですね。で、まだたくさんあるんですよ。実はです、ね、体育館で あの、このマナー講座があったんですね。はい、だから、生徒がな何,何クラス、六クラスぐらいあるので。ありますよね。約二百名ぐらい。そうですよ。ね、もう二百五十名はいますよ、うん。はいはい。その中から先生がね、きっと、あの、抜粋したと思うんですね。で、じゃ、男の子です。 はい。今日は職場のマナーについて学びました。職場では相手にはちゃんとした態度をしなければいけないということが分かりました。そして仕事をできたら、ゴールじゃなくて、その仕事でうまくできるかっていうこと、あできるかが大事ということが初めて知ることができました。はい、素晴らしいですね。ねすあのレベルの高い。仕事がゴールド、ゴールド、ゴールドじゃなくて、ゴール ゴールじゃなくって仕事してもついても目標を持たないといけないよっていうことをお伝えしたのでそのことが書かれていますね。はははい、はいいのりこさんもあと多分、うん、それから、はい、もう1つ、ねね、は心の在り方と自己表現方法についてまとめたものが <laughs> マナーということを初めて知りました。 いつもその話をしてるんですね職場体験学習でのマナーは仕事をしていて気をつけることなどたくさん知ることができましたまた仕事をする家で大切なほうれん草も忘れずにしたいと思いますっていうことなんですよ。はいどうもありがとうございました。時間となりましたのでねまた次回にねこのマナー教室マナー講話のね感想などね紹介してください。 アララガマサイガーさんがですね僕の時代の中学生より今の時代の中国生がしっかりしてるって本当私もですね発信したんですけども中学生しっかりしてますねはい,素晴らしいそうですねはいありがとうございますはいって、はいはい、いうことです、はい、ここで一旦 CM 入ります、はい、コンテニコリコインじない、はい リセットあそうですねクリック。 あなたが輝く魔法のうつい道をお送りしておりますハイサイラジオチェーンジショームセールグスヨチューガナビラ

ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこのあと7時まで生放送でお送りしております。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは 797-fm ギノワントコムです。はい、ということで、はい。ありがとうございます。

人は話して、はい、接しないとわからない。ねえ、うん、はい、そういうことですね。すすね非常深い意味があります、ね。もちろんね、第一印象大事なんだけど、接しているうちで、に。あのお相手のことがわかりますよってことで、ね。です。はい、うん、そういったあの、既成概念に捉えてしまうとね、はい、人間はあ、ね、の一つのね。こう、レッテルを貼ってしまうね、一つの、そういったのありますからね。はい。そのあたりをすべて取り払って、うん、本当に。えー その人と話してみて初めてわかるって気づかされることもありますので、そうですね。ちょっとそれを冒頭に入れてみましたね。ありがとうございます。さて、はい。中野の島言葉イベンあ、何ですかね。今日はね、前々から紀子さんの歴史が挙がりましたけれどもね。歴史ですね。ああ、よかったです。きっとですね。いろいろね、あのリスナーの皆さんもそうですね。そして紀子さんも普通の人たちがよく使ってます。琉球王朝。 琉球王朝、はい、1879年まで沖縄琉球王国だったよって言いますよね。はい、この琉球王朝っていうのは、一体、はい、い,いつのことかわかりますか？いつのことですかね。琉球王朝というのはですね。いすはい、琉球王朝というのは第一章氏、うん、はいはい第一尚氏、分かりますよはい第二章氏って聞きますよね。うんはい、はい、この第一章氏王統というのは実はあるんですね。はい、これは沖縄のですね琉球の歴史でもうとにかく 英雄として、誉れ高い、小橋。はい、小橋という方がですね。はい。小橋という方が。わかりますよ。さん統一した。そうです。ね、ですよね。はい。えっと、まず、中山王の佐藤。はい。佐藤と二代の武姉をですね、滅ぼします。で、そして北山王、半安寺。で、そして南山王、垂水。はい。 でこれを次々に倒していって三山を統一します。でこの三山を統一したこの王統を第一少子王統と言いますね、はいはい。お父さんをですね第一少子に、はい、一番最初のお父様にしたんです少、ね、子少ですね。うんうん、あの少弼のお父さんをそうですで少弼は二代目です。そうです。はい。 そういうことですね。これがですね。私はわかります。七代六十四年続きます。はい。あ、六十四年。はい。かなりまだまだそう盤弱じゃなかったんですね。はい。で、しかしその時にね、いろんなことが起こるわけですよ。この第大正時代。まず皆さんがよく知っているのでは何があるかというと、何があるんだろう。はい。天割りの乱。はい。五三丸と甘割り。中古スク上司と活練城司ですね。はい。そうです。これがこの第一少子時代ですね。はいはい。あ、第一少子。はい。 でその時にも、えー、実際にシリ場は焼けてますね。はい、シリ場ねなん、はい、何度もは復元してるんですね。そうですね。うん、そしてこの第一少子時代にですね、はい、このここでまた兄弟の争いが出てくるんですね。少、はいえー、金府六代目の六代目がえー、っと少大宮ですけど、はい、小大宮の前に、うん、白と富の乱っていうのが起こるんですね。白,白と富の乱。うん いや、ちょ、ちょっとだけいいですか。はい、えっと、第一少子は七代まででした。そうです。七代まで。で、六、はい、代の時に。六代の時の、うん、え五、ー、代目の。小金服というのがあります。うんうん、小金服ね。はい、その小金服が死にまして。はい、そして、小金服の、えー、息子と。小金服の弟。二人がこの王様を。 争った。はい、覇権を争って、大い争い。大い争い。そして二人とも命を落とします。え二人とも残念ですね。首里城も焼け落ちます。あ、首里城で。はい。で、そして、その後に。小太球が王様のね、六代目です。六代ですね。はい。はい。で、ちょっとじゃ、あざっくりといきましょうか、ざっくりと。初代の尚師匠ね。尚師匠。尚師匠。第一章師のまず、初代誰かというと、皆さん。尚師匠と覚えてくださいよ。 お父さんっていう小、ね、橋はねあの有名ですよね小、はい、橋マラソンもあるしねそうです1406年に中山王となってますね在位、はい、が16年ね、はい、1421年に死去しますね、うん、でその後と二、えー、代目庄端がさんざん統一をしますね、はいうん、でそれでも小橋は在位18年なんですね はいそうなんですねそんな長くないですよねはい、はい、68歳で亡くなってますけどね<ー>その後、えー、小中これが在位5年しかありませんへ<ー>で4代目の小四龍これも5年うんあそれで皆さん短くてそうなんですね。64年この時にやっぱり散々統一してますけど、うん、やはりまだ統一されてないですはい、はい、もともと、えー、北山中山南山っていうのは、うんえー、もともと自然的に発生していったんですね、うん なぜ三山を統一する必要があったのかなぜ中央集権化にする必要があったのか私もこれよくわからないんですけども、ね、ね、その時はまだ万弱じゃないですね、はい、でこの第一少子系統から最後の七代目の聖徳王、はい、有名な聖徳王ですねこれ小橋の生まれ変わるとも言われてました、うん、すごい武勇伝を数々残してますね、うん、でこの聖徳王に代わって第二少子を築いたのが、うん 花丸,金丸はい、はい、もう第二少子ですねあ湯川伊吹さやはい、はい、一応私琉球の歴史をですあ琉,琉球の祝いごとのあの講座を持ってるんですねや、うん、でやっぱりあのなんていう、えー、結婚式琉球の祝いですよねはいやはりあの琉球の歴史がわからないとあの流装とかあの鉢巻とかっていうことで少しあの歴史も皆さんにお伝えしています,す,いす、ね、はいでこの、うん 第荘園応答はですね1470年から1879年わかりますか1879年それは分からはい450年ぐらい続いたんですよ。この時409年ですけどで460年ぐらい続きますねこの第1から第2まで合計して450年ですかはいはいそうでしたか。 でこの第二少子時代に特にこう三代目の正子王が中央集権化をして、うん、地方にいるアジたちをアンジの皆さんを首里城,首里城の近辺にすべて住まわせますねで刀狩りもやります、はい、平和な国づくりはこの時できてますねうん、うん、本当にね正子王はすごくあのなんて言うんですか、はい、琉球のためにすごく頑張った方です、ね、そうですね。しかししか王はは、うんえー、歳で、はいえー、即位しますけどやはりその 背後にはお母さんね松園王のお母様が奥さんでね実際12歳なのでまだねまだ若いというかねそれでねお母さんの力が必要だったんですね。とや頑張ってそうですね今皆さんのラジオを聞いている皆さん今琉球新報に走りを生みとくという。 連載ものやってますけど、橋海都。海都。はい、この海都というのはあの大城謙佑と海海ふぐしくと桃元ふみやがの間にできた子供なんですね。ああはいはい海都ね。海都は結局大城謙佑も無本扱いされてこの世去って桃元あがりも桃元ふみ上がりも非常に悲惨な人生を送ってます。この息子橋海都が実際きてたんですね。はい。 生きて東南アジアでしっかりと生き延びてるんですねこれってそれの連載を今やってます大城健佑とのお子さんだったんですかね桃と踏み上がりですね実際どうかわかりませんけどねその辺りは今連載でやってますね甘わりではなくて大城健佑のお子さんだったってことですね今荒々川西川さんがですね自分は仲間由恵さんが主演のドラマテンペストが好きですって本当ねさすがですねはい荒々川西川さん二平で言える単理が単理はい ンンネイオンでしたねその時確か玉城長君とか出てきましたよねもう多分、えー、18世紀の琉球王朝だったと思いますけどね、はいはい、これからですね実はこの琉球王朝っていうのは、うんはい、1650年、はい、1650年、はい、羽地長州という摂氏、はい、がね、はい、実は1609年に第二庄司時代に少、うん、年王の時代に実は琉球は島津、はい はい、薩摩の島津市に占領されます。はい、それから270年間、うんはい、島津の廃下に置かれてます。はい、はいはい、270年です。ね、はい、この270年の間にだいぶ搾取もされたと思います。で、そしてそ、ねうん、敗戦後また沖縄は琉球政府27年間のまた琉球政府下に。 米軍統治下に置かれました、はい、この27という数字がなんか私も非常に気になっているんですけどね、うん、実はこの1650年羽地長州がですね初めて琉球の歴史を作ります中山この中山聖冠ですね、うん、この中山政冠の中で実はこれから琉球開幕から 出てくるわけですね。琉球開伯の神話から春天王とサットエイソ王とで第一章ほと出てくるわけですね。あの記録に残してたからよかったですね。はいでこれは実はそれを紐解いて琉球の歴史とみんな口立てなんですね。記録として残してね。琉球だけじゃないんですよ実は本当でそうなんですね。あのやはりあの文字で残すっていうことは広まっていくのであのなんていう口でお互いなんて。いう 伝えていった。ああ素晴らしいですねうん、うん。暗号を残していったということですよね。はい、で、よくあの各地方に民話、うんはい、あとわらべ歌、うん、そういった残ってますよね。実はこの琉球王朝時代っていうのはやっぱりこの時やっぱり呉ノ山がいるんですね。うんうん、この野呂さんがやっぱりおもろ、うん、そううおもろ歌歌うんですね。はいはい、そのおもろの中に時の実験 権力者だとか英雄だとか生活暮らしがねこのおもろなかに歌われて歌にいろんなのをを入てそうなんですこれで語り継いできたらそういったのもありますで1650年に羽生一郎が中山政還をまず編纂しますねでその後えいろんな謎解きが出てきますね皆さん琉球開脈はい紀子さん琉球開脈をね ああ、なんでアマミキオ伝説出てきますよね。でこれがキリストだとアダムとイブ出てきますね。でそういった形で実際この琉球開伯神話というのがこの実は羽生長州は沖縄の地方琉球の地方を回ってこのいろんなお年寄りや下民中やそういった人たちから聞き語りするんです。それをまとめていくわけですね。でこれが琉球開伯と。 はい、でこれが琉球改脈の神話になってくるんですけども、はい、これがすごいんですね琉球改脈というのが、はい、なんと25代続くんですねあこの羽地長州が書いたものをこの琉球改脈の天孫氏と聞いたことある天はい。これがですね 1>,、うん、1万7800点も続,け続くわけですよ、うん、25代で、はい、すごいですよね25代で1万7800年続くということは。うん

ちょっとねいろいろ頭になかったですね多分ねその当時は多分繋つながってたと思いますああはいはい今でもねつながってる人たくさんいらっしゃいますからねそんなことでさ時間となりましたのでちょっとね来週はですねちょっと琉球開幕ンはちょっと天帝市から天孫市のそこまで入っていきたいと思いますね楽しみにしてくださいあらら釜さんがですね琉球藩時代ですねとこういうそうですねこれも。 琉球王朝千百七十九年に琉球処分になって琉球藩を置かれるんですね。はいうんはい、でえっ、ー、と私たちが今ですね第一少子と第二少子のお話し,したのであららがまサイガさんがですね宮古は,い都はえー、と富山親方です。お富山親方ね。はいあすごい、うんうん、素晴らしい勇士長尾家。うん、いはい、はい、富山親方ですね。はい富山夫親とかでしたね。 わかりました。はい、本当はどうもありがとうございました。はい、じゃあここで一曲またお届けします。はい、like a Rolling Stone by Bob Dylan。 これは説明しないでね説明しないでね曲の さて先ほどの、えー、1962年の雑誌「Sing Out」にディランのコメントが、えー、掲載されたものを先ほどちょっと紹介しましたけどもちょっともう一度おさらい僕ディランがこの「Like a Rolling Stone」ではなくて「風に吹かれて」の中でやっぱり言ってるこれ彼が言いたかったのが、えー、これですね「世の中で一番の悪党は間違っているものを見て」 それが間違っていると頭で分かっていても目を背けるやつだ俺はまた21歳だがそういう大人が大勢いる大勢いすぎることが分かっちまったあんたら21歳以上の大人はだいたい年長者だしもっと頭がいいはずだろう見てくださいディランはもうこの二十八歳の21歳でそういうことを気づいてしまったんですねここれがこの ブロイドウィンに歌詞として紹介されています。非常に素晴らしい歌詞ですね。で、これがもうまさしくノーベル文学賞につながったと思っています。はい、しばらくラガロリングストンをお楽しみください。 下地さんはんさ,んさんは塩橋の役だったけど、あらとあれはこれトヨタで<ら>竹下のメーカーが出てくるさ、コマーシャルで。だから、うん、あれはトヨタのメーカーが、オーがトヨタメーカーを一口ですやったでしょ。あれ、これ、雪バージョンさ。そういう話でした。 時刻は六時四十九分を回りましたあなたが輝く魔法のうつい道をお送りしておりますはいはい、ドリコさんありがとうございましたちょっとねインフォメーションの前にはいアラバマンサイガーさんからありますね今週土日に沖縄トヨタで琉球人ライブがあるみたいですよ荒木と下地勇さんたちが CM に出てましたそうなんですね下地勇さんは確か小八の役小八の役だったと思います荒木とさんは多分五三丸かはい えー、どなたがだったと思うんですけどね。かっこいいですよね。トヨタのコマーシャルにね、はい、乗ってていいですよね。もしこれがアラーマーサイガーさんでしたら、ね、琉球王朝時代のどのどの偉人どの役をしたいですか。ね。これ,、ねれはね、またい。ねどの役をしたいのかっていうこと。そうですね。乃子さんは？私ですか？はい、うん。私だったら聞こえお君。

おやけ赤あちだね。やっぱりユーユーに憧れるんですやっぱりね。素晴らしい。アララガマサイガさんありがとうございます。ありがとうございます。サイこれからどんどんね琉球の歴史人伝いきますんでね。はい。はいよろしくお願いします。はいそれではですねあの今月のいろいろイベントがねたくさんあるのでまたペイチンさんの方からお知らせをお願いいたします。十一月三日日曜日来週日曜日ですね。あ今度の日曜日。サイトのリフォームと言いまして。はい。 パナソニックリビングショールーム、浦添市牧港にあります、パナソニックリビングショールームで10時から17時までリフォーム相談会が行われます。キャッチコピーがいいですよ、u s p があなたの暮らしやすさを応援します。いいですね、あなたの暮らしやすさを応援します。そしてこの限定く組様にねサイトのリフォームということで特別限定3点パックがあります。何でしょうかキッチンバストイレ メーカー合計価格が177万5千が0円がなんと95万8千円すごいですね、もう半額ですよね。そうですね、負担工事は見積もりベッドですけどもね、はい5名様限定ということですね。詳しくはですね、サイトのホームページをまず検索。はいそれからもう一つね、来場記念品として何かがあるんですけれコーヒータンブラー。いいですね、いろんなとり様あります。ねはいそれから 見積もりや無料ってそうですねはいあなたのクレシャスを応援しますはい、これからですよリフォーム相談会ねいろんなのがありますミサイトコープレッショにぜひぜひ走ってくださいハイサイクに会えるかもしれませんよそうですねハイサイ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 楽しみ会えますかねはいまあちょうどはいじゃあドリコさん次どうぞそれからですねえっとですね 私はですね、いろいろ、あの、おもてなし講座があったり、はい、中学校の講座があったりするんですけども、はいはい、えっと、ちょっとね、同じ日程で、ちょっと、あの、ぐすくヨガっていうのが、はい、えっと、10が、ごめんなさい、ちょっと、11月の14日、月曜日です、ね、はい月曜日の、えー、スーパームーンらしいんですね、その日が。すごいね、はい、そ、えっ、ー、と、そうう中、パーパー 中ぐすく城市で、はい、あの満月のもとでヨガをしましょうっていうイベントがあります。はい。で、も日中はですね、実は私またこちらでですね、沖縄市中,も中央公民館で大人のマナー講座があります。訪問編なんですけどね、それが終わったらすぐまた着替えて、あのぐすくヨガに。 私も参加したいと思ってますね。いい、ね、そして、えー、来週は、うん、素敵なゲストをまたお待たしてね。はい、うん。あ、それでですね、すねこのグスクヨガの、えー、先生、ヨガのあの新子先生をですね、はい、ゲストでお迎えしていきたいと思います。いいですね。はい,、うんい,いね。いいね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 。いいねで、えっ、ー、と新子先生はですね、インドの方で。 もう修行なさっていてい今度ですね,すですね11月にちょっと日程ちょっとはっきりしないんですけどもインドから先生がですね、はい、あのいらっしゃるっていうことでそのお話もですね,いいですねアあルベーダーの先生が、はい、あの沖縄にいらっしゃるそうなんですよいいです、ね、そのお話もちょっとしたいってことでしたので皆さん来週のですね11月の9日水曜日うん。 ぜひあのね、うん、今日コメントいただいた荒川,西川さんもさ、ね、あと、はい、のり子さんの娘さん含めてね、はいうん、リスナーの皆さんこの瞑想,瞑想法、はいうん、これがな、ね、いとてもいい話してますよ,いいですよね今に焦点をて当てるっていうことでですね下、はい、先生そのお話をしてえっと前もですねあのお盆の時にねあのゲストで。 でいただきましたね,ねシンコ先生ねとても良かったですねはい、はい、エーサーこれから見に行くよっていう話もしてましたけども、はいはい、すごいですよとってもパワフルな先生なのであのちょっとグスクヨガのですねあの紹介とはい、えー、アイー,ーユルベーダーのインドの先生のお話をアーユルベーダーってヌーエルベーダーはい、えー、ちょっとわかんないんですけどわ<え> <laughs> かですねそれをですね、はい、ちょっと紹介 したい,っていうちょっい、時間になってまいりましたけども、はい、どうでしょうん、うん、今日の感想は。今日ね琉球の歴史たっぷりとまさ、あ、わりですけど、はい、あの今日ちょっとですね私のコーナーでも六期六曜のお話をして、ね、なんとなく旧暦の話とかあのまあん南ゅですからね,ね沖縄に住んでますので、はい、あの世界のん南ゅ大会も先日ね行われてまだですねいろんなところで各地であの。 イベントがまだ行われていると、ね、いうことなのですね。はい。ありがとうございました。はい、よろしいですかいではい。この番組は、ハイサイくんでおなじみの、住まいを彩る、サイトコーポレーションの提供でお送りしました。はい。のるかさん、最後の一言。はい。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また,しまた来週見てください。よろしくお願いします。はい。どうもありがとうございます。はい